ほら、これ、これさ、これ今、動いてるんやけど、俺が普段使ってる、あれや、パソコンや、な、電源をさ、交換したんや。ここにさ、ほら、これ 750W って書いてあるだろ。これにちょっと電源交換してん。まあ、俺ビデオカード載せてないからさ、別にこれ 750W じゃなくてもいいんやけど、まあちょっと前使ってた電源がね、なんかアクティスとかいうところの、なんかめっちゃ昔のわけのわからん電源やって、まあちょっと変えた方がいいかなと。まあ別にそれ壊れてるわけじゃないんやけど、なんかその何なんとかブロンズとかあるやん。80プラスブロンズとか、なんかそんな何にもないやつやから、もしかしたらさ、その電気代で損してんのかどうか知らんけど、まあ、まあええや。変えたんや。めっちゃ大変やな。電源変えんの。こんな、もうただでさえこんな、見てこれ、こんな線だらけな、とこでさ、それ、もう間塗ってよ、抜いて刺してとか、もう、めちゃくちゃやわ。めちゃくちゃ。な。で、まあ、それ作業するのさ、普段それパソコン置いてるとこ、そのままやったらこれできへんから、ちょっともうな、ケーブル、USB とか全部抜いて、机の上にボンと持ってきたんやん、これ。な、でもついでやからさ、もうパソコンの紹介動画でも作ろうかな思って、これからやるんやけど、もうこんな、こう持ってくんの大変やからな、そんな、もういつもできへんから、もうついでや、な。まあ俺のブログではさ、もういろいろ書いてあるんやけど、まあ動画では多分やってへんから、まあ今回ちょっと、あれやわ。うん、まあ言うてももう、紹介言うても、もうこんなんやで。もうこれや。な。で、まあこれ、こう上、こう画面の上がな、ケースの上やと思って。こっち下な。で、右側が前や。このペンの方がこっち前や。こっち、左がこれ後ろや。な。で、何から言ったらええのこれ。まずな、CPU から言うんかこれ。な、CPU がな、Core i7 の6700かなの K のないやつ。だオーバークロック俺しないから。これ。まあ、これ、これって言うと見えへんけど、このファンの下に入っとんね。だから 6700K だからスカイレイクだね。これ何年だ ?2015 年かな2015年の CPU を俺16年に買ってくんだから、それを今も使ってる。だからなんだ、4コア8スレッドで、クロックが 3.4 かな。ターボブースト時で4ギガまで上がるみたいだけど。まあ、俺ゲームしないしな。で、まあ、重い処理って言ったら、YouTube の動画のエンコードとかそれぐらいだから、まあ、エンコードもね、その QSV、クイックシンクビデオでやれば、そんな CPU パワーいらんから、CPU のな、中にある、インテル HD グラフィックス、これ530かな、その中にグラフィック機能があるのよ。それを使ったエンコードっていうのが QSV なんだけど、それやね。うん。で、マザーボードが、これちょっと型式見えてるかな?ここ、ほら。ASRockの H170M Pro 4。だからね、これマイクロ ATX なんだよ。俺、ケースはさ、これでかいの、アンテックの、こう型式わかんないんだけど、なんかアンテックデザインって書いてあるんだけど、ケースはさ、これ普通の ATX もいけるんだけど、俺これマイクロ ATX のマザーなのよ。だからちょっと下空いてるんだけど、これね、
H170M Pro、 俺な。でこれ M ってついてないやつもあんのよ。H170 Pro っていうやつな。でそっちは ATX なんだけど、そっちのマザーボードの方がね、なんか出力機能が少ないとか、なんかしょぼいのよ。普通逆でしょ？ね、でかい方がいいんじゃないのと思うんだけど、これ M の方がさ、出力もこれ4つあるから、あの、ディスプレイポート、HDMI、DVI にさらにね、VGA もあんのよ。俺ビデオカード載せないから、そのあたりの出力がさ、きっちりしてるやつがいいので、これにしたんだけどね。だからね、ディスプレイポートを使ったら 4K60p かなが出せるのよ。あの、ビデオカードなしで。だからこれにした。まあもう今となってはこの H170M Pro 古いから、最新のさ、あの、8000番台の Core i7 とか乗らないからね。で、あとメモリーか？メモリーここにさ、ここ2枚刺さってんだけど、これトランセンドの8ギガが2枚だね。だから16ギガ。メモリー刺すところ、刺せるところはさ、これ4つあるから、あと2つ空いてるんだけど、だから今16ギガです。でね、メモリー今高いよね。8ギガ2枚で1万6000円とか7000円しない？安いやつでも。俺がさ、これ買って、で組んださ、2016年だったかな、2016年の夏頃かな、俺これ8ギガ2枚ね、7000円ぐらいだったんよ。そう考えるとさ、まあそれは当然メモリーのそのクロックが上がってるとかいうのもあるけど、容量だけで考えたらさ、値段倍以上だよ。めちゃくちゃでしょこれ。なあ、スマホだなんだとかっていうのでメモリーがいるのか、不足してんのかどうか知らんけど、値段倍以上だわ。だからな、まあ俺今これ16ギガで足りてるからまあ別にいいけど、まあ気分的にはこれ2箇所空いてるからね、まだ2スロット空いてるから、積みたいんだけど高いからね。なあ、こう考えたらお前これな、2016年の組んだ時にさ、ね、あと2枚買うといたらよかったんや、これな。普通そんなメモリーとかそんなパソコンの部品ってさ、あれやん、その時間、その時代が新しくなったらさ、性能が良くなってかつ安くなっていくやん。なあ、だから、まあ別に16ギガでええかと。なあ、俺この、このマシンの前は、まあ、今のサブマシンになったけど、Core i7 の 2600K かながあんのよ。まあ、これ画面の横にあるんだけど、俺の隣にあるんだけど、でそっちで 16GB、まあ、ただ DDR3 だったからね、その時。でそれで不足してなかったから、まあ、これもとりあえず 16GB にして、まあ、問題ないんだけど、なあ、これ、お前あの時に、なあ、ついでにお前7000円で買うといたらやな。32ギガにできたんやな、これ。まあ、あの、マザーボードの制限でマックスが64かな。4枚差しでマックス64だけど、まあ、32にできたんだけどね、32に。もうこれだけ値段上がったらもうあかんわ。不足してるんなら買うけど、まあこれで足りてるからな。まあ、それはまた、ね。安くなってきたら、組むかどうか知らんけど。で、これで、CPU とマザーと、あと、メモリを言ったんだね。で、他は？あ、そうそう、これだわ。このファン。CPU ファン。Core i7-6700 には、CPU ファンがついてたんよ。ただ、インテルのやつってクソじゃん。なんか冷えないし、うるさいしさ。めちゃくちゃだから、これはね、あれだわ、サイズの白子。白子、今新しい白子出てんのかな？わかんないけど。なんかサイズのクーラーってさ、虎鉄と白子ってあるじゃん。
で、まあね、まあ別に安い方を選んだんだけど、箱があるからこれこれ白子、新しいの出てんのかな知らんけど、それをやってる。インテル純正のやつに比べるとね、すごい、まあ冷えるし、まあ冷えるっていうか純正が冷えないから、それと比べるとこの白子はすごい冷えるしね。で、静かだわ。うん。変えた時にそれはもうすぐ分かったんだけど。で、値段もね、これ白子、まあ今どうか知らないけど、そんな高くなかったから、どのぐらいだろう。2,000〜3,000円？ 3,000 円？まあちょっとわからんわ。そんな高くなかったんで、これはいいよね。ただこれ、インテル専用だから、AMD は使えない。ここにも書いてあるでしょ？ちょっと映らんけど、ほら、インテル専用って箱に書いてあるんだけど。それで今冷やしてるね。まあ、ほこりがね、結構これついてるから、これファン外せるんだろうけどね。ちょっとさっきやったらなんか硬くて取れなかったんだけど、これはちょっと時々、掃除した方がいいね。うん。で、他何ある？他、まずは言ったろ。あ、そうそう。SSD。SSD はね、他にも載ってんだけど、ちょっとメインのブートドライブ、これ。ちょっと見えないな。これこれ、ここ。ここ M.2 ソケットがあんのよ。こ見えるかな？ウルトラ M2 って書いてあるじゃない。で、このマザーボード H170M Pro 4には、この M.2 が一つだけあんのよ。今のマザーは二つとかついてんのあるけど、そこに、今これね、これね、サンディスクのエクストリームプロ。型式が SDSSDXPM2 の 500GB だね。これ。これ載ってるでしょ？これこれ。ちょっともうこれ、すごい暗いからね。こうあるね。これこれ。うん。それをブートドライブにしてるわ。まあ、速度はね、これめちゃくちゃ速い。めちゃくちゃ速い、速度は。で、容量500だから、まあ、ブートドライブ、要は C ドライブだね。まあ、それにはいいかなというので、これを使ってるんですね。ただね、ちょっと温度が高いわ。これ、SSD。ここにね、ビデオカードを多分、これ、載せてないでしょ？ここ。PCI Express に。ビデオカードを載せてたら、多分そこでさ、このファンがピューと回転して、まあ、この SSD も冷やされるんだろうけど、俺載せてないから、ビデオカード。これ、だから何にもここ空気の流れがほとんどないんで、温度が高いのよ。大体ね、室温が30度の時に、この SSD は50度を超えるね。で、今さ、室温25度なんだけど、一応見たら、室温25度で SSD が今46度だわ。だから20度ぐらい上に行ってるね。これ。うん。だからちょっとなんかね、まあまあ50度だったらいけるんだろうけど、今46だね。ここね。だちょっと高め。うん。だからまあ気になるんだったら、そのなんか SSD 用のさ、この M.2 用の SSD のなんかヒートシンクをさ、貼り付けたりとか、そういう手があるけど、まあもう今とこほったらかししてるわ。うん。まあそんな80度とかそこまでならん限り大丈夫でしょ。ねえ、まあできれば低い方がいいんだけど、ちょっと寿命もね、気になるから。これがメインの SSD だね。あと、どうしようかな。電源いこうか。これさっきだから交換した、こう750のね、電源。型式はこう書いてんだけど、ちょっとピンボケだな。箱があるからそれにしようか。これ電源交換。これ、はい、こうやつね。クーラーマスターかな。クーラーマスターの、マスターワットかな。750。
こういうやつね。はい。この何なんとかブロンズ80プラスとか。あとこれちょっとほとんど見えにくいんだけど、15%、ファンレスって書いてんのよ。5年保証なんだけど。まあ俺、だからこれ見てもらったらわかるよね。ビデオカードないから、そんな750もいらないんだけど、さっきの 15% ファンレスっていうのは、この 750W の 15% だね。だから110何 W かな ?115 あたりなのかな。それ以下だと、この電源のファンが回んないのよ。だからこれ今も回ってないわ。これ今回ってない。うん。だからすごい静かだね。まあそれは回ってないからな。で、今これ、動画を、撮ってんのよ。OBS でね。カメラつけて。撮ってて、やってるんだけど、これ今、あれだよね。ソフトウェアエンコードかな?パフォーマンスで見る。そうだね。あ、でも GPU 食ってるな。まあいいや。とにかくこれ、CPU の負荷が何パーだろう。そんないってない。3割ぐらい、30% ぐらいなんだけど、その状態でね、ちょっと今これ消費電力を取ってんだけど、ちょっとここ行くと、ほら、96W チェッカーだから、94とか、もうそれぐらいで済んでるから、だから、この 15% 以下でファンが回ってないんで、750の 15% って大体110いくらでしょ?そんなもんだと思うんだけど。だから今これ、ファン回ってないわ。この状態で。まあ、どうだろう。動画のエンコードとかやったら上がるのかもしれないけどね。これ電源です。はい。この電源のいいところはね、まあ、ちょっとブログには書いてあるんだけど、まあ、これ見えないな。見えないな。光当てて、ここちょっとわからんかな、これ。電源のケーブルがいっぱい出てるじゃん。普通電源って。で、これがさ、抜き差しできんのよ、ここで。で、俺ビデオカード載せないから、ビデオカードに電源供給するケーブルあるじゃん。で、それが、直に出てたらさ、邪魔なのよ。どうせ刺すとこないんだから。で、これは、その脱着ができるんで、いらなかったら刺さなかったらいいんで、だから今刺してない。うん。まあ、ビデオカードもね、なんだ、外部電源不要なやつもあるから、まあ、その場合はどっちにしろいらないんだろうけど、だごついビデオカードとか刺すんだったら、ここだね、この、これ、このケーブルの脱着が、まあ、刺したら、その、ビデオカードにも対応できるっていうやつだけど、はい。だから、俺の場合、どうだろう、これ、このね、750W のこのシリーズ、まあ、シリーズっていうか、750以外にもあんのよ。450とか550、450、550、650、に750かながあるんだけど、一番上を買っちゃったから、俺の場合多分ね、450でもいけるわ。この前に使ってた電源がさ、500だったから、それで問題ないんで、多分450でもいけたと思う。そういう450とか550とかでも、このケーブルの脱着はできるし、あと 15% 以下だったらファンは回らない。ただまあ、450W の 15% と、まあ750の 15% が違うからね。まあそれは各自ちょっとワットチェッカーとかで測ってもらうといいかもしれないけど。で、あと何?中身ちょっとさっきあるわな。拡張カードが、だから俺ビデオカードまず載せてないね。だからビデオは、CPU 内蔵の GPU、インテル HD530 でやってんだけど、で、ここにカードが1枚刺さってんのよ。これ。わかるかな?ちょっと暗いね。ライトをうまいこと当てながらいかないと。これ。ここね。カード1枚。
にこれはね、わかるようにこれこれシリアル ATA を2つ出してんのかなという、なんかね、これもアズロックだな、アズロックのこの拡張カードがここにあるんだけど、これ指してる、あのマザーボードそのままでもシリアル ATA6 つあんのよ。まあこの辺りにあるんだけど、まあ見えないわな、あるんだけど、まあそれとはちょっと別に2つ出してる、うん、あの俺ね、ドライブの搭載量がめちゃくちゃ多いから足りないのよ。だからここに2つかな、だか全部でシリアル ATA がマザーの6つで、ここで2つだから8個で、ここのね M.2 はこれ別カウントだから、だからまあ9かないうことだね。ただここにその PCI Express 接続じゃなくてシリアル ATA 接続の M.2 の SSD を挿すと、マザーボード上のオンボードのいくつかが無効になるから、まあその点はちょっと注意が必要だね。まあ他のマザーも大体似たようなもんでしょ。で、もう一個拡張カード、ここ、これ。これはね、USB 3.0 を、バックパネル方面に2つ出すやつかな。挿してる。これね。まあこれ余ってたから挿したっていうのもあるんだけど。で、これね、補助電源がいるのよ。ここ。ちょっとピンボケだけど、これ。昔のフロッピーディスク用の、やつね。4ピンかなんか。それがいるのよ。でこの4ピンは、この750には1本っていうか1箇所ついてるから、まあ、その点では助かったんだけど、なかったらなんか変換ケーブルがいるよね。ここに1つ挿してる。はい。そんなとこかな。はい。でこれは一応中がこんな感じ。で、サウンドカードとかももうオンボードだから、これなんかエルーナオーディオとかいう、なんか、やつが入ってるっていうか、コンデンサーかな。まあ音は問題ないね。昔のオンボードのさ、サウンドってめちゃくちゃだったけど、もう今オンボードで十分だわ。はい。そういう感じ。で他はね、ここに、ちょっとカメラが映らん。ここにね、光学ドライブ3つ。これ1だろ ?2 だろ ?3 台、光学ドライブ3つ載せてるんだけど、電源もケーブルも挿してない。だからもう使ってないね、これ。光学ドライブ。だからまあ、蓋みたいなもんや。5インチ米塞ぐための蓋みたいなもんだね。はい。で、あとは、ちょっとこれ、明かりが難しいね。ここに、3つだね。1,2,3。これがだから使ってない。5インチ米が3つあるんかな。で、ここにね、ハードディスクかな。ハードディスクが、これ1,2,3、4台かな。今4台刺さってる。で、これ、3.5 インチ米がこれ1,2,3、6つあるね。6つあるんだけど、4台しか、今のところは刺してないね。これまだちょっと、仮でやってるから。はい。で、ケースはこのさっきのアンテックのやつで、ここに CPU があって、その上だね。だ熱はこう上に行くから、まあ、それを出すための、大型ファン。上側。それから後ろ側にもあるね。ここにも大型ファン。これ光ってるけど、がついてる。うん、で、こうなんかケースとかこういうさ、最近なんかピカピカやたらと光るやつあるけど、まあ俺別にこれ光んなくていいから、見えないしね、大体。ファン2つ。まあ冬場はね、多分こことこれ止めてもいいと思うわ。うん、そんなこれ CPU 発熱しないから。で、ビデオカードもないから、そのケースの中に熱がさ、そんなこもらないと思うんで、まあ今2つ動かしてるけど、まあ上だけにするとかね、この CPU のこの白子のやつをまあ出すだけだから、そんないらないと思う。うん。まあそんなとこかな。ちなみにこの本体、ケースか。ケースについてるこの2つの、ファンの電源はあのペリフェラルっていうやつ。昔のハードディスクのやつだよ。ここ、これ。
これ4ピンのやつな、このごついやつ。ここに刺さってるわ。うん。で、あと、このケース自体のハードディスク入れるところにもファンがついてるから、まあ、それもペリフェラルなんだけど、ペリフェラルも、このさっきの750には、それなりの数ついてるから、まあ、問題なかったね。はい。まあ、中はそんなところかな。あと、そうするとどうしようかな。本体前面あたり行くか。ちょっとこれ。動画、これ、このマシンで撮りながらやってるからさ、失敗したらこれ、ぐちゃっと潰れちゃうんだよ。前面が、こういう感じかな。これ、アンテック。こう、型式ちょっとわからん。どっか書いてんのかな、これ。アンテックのケースで、こういう感じね。こういう感じで。で、まあ、さっき言ったように、この5インチ米。これね、5インチ米ね、開くのよ。ここ。こうして、カチャッと、こういう感じで。なんかバンパーみたいになってんだけど、こういう感じでね。で、もう一個開くかな ?3 つ。はい、こういう感じで。まあ、一応 DVD とか、なんか HDDVD、なんか、あとブルーレイかな?ブルーレイ、ブルーレイ。ここもそうだね。下の2つがブルーレイで、上が DVD、パイオニアのやつだけど。な、これさっき言ったように、これ使ってないから、もう蓋だわ。これね、5インチ米3つ。一応ある。これ邪魔なんだけどね、これ。これパチッと止まんのよ。これ。で、これパチッと止めてると当然ドライブ使えないからね、これ。これ3つね。これちょっとバンパー、まあ、取り外しできるんだけど、バンパー3つ。それから、ここに、これ多分後で俺つけたと思うんだけど、この、USB3.0 の2つ。これはね、マザーボード上のピンヘッダーかな?どっかあるだろう。まあ、見てもわからんか。どっかこの辺りにあるんだけど、これかな?これっぽいね。黒いやつな。これかな?こっから前に引き出すタイプかな?で、それが二つ。これ多分後で買って付けたと思うんだけど、これね。で、あとは、ちょっと引くと、ここもね、パカッと開くんだけど、ちょっと開けるよ。こういう感じで、ざっと、はい。もう一個。だから、こう上にハードディスクが1、2、3台なんだけど、ここはね、ちょっと見えないかな?ほら、この、ハードディスク SSD って書いてるじゃん。まあ、これ今開けちゃったら止まっちゃうけど、ここにね、取り外し式のケースを入れたんのよ。これね、ハードディスク SSD って言って。ここで取り外せるんだけど。ここに SSD が2台入ってる。これね。まあ、取り外さないけどね。3.5 インチで2台付けられるやつ。で、ハードディスクはこことここだね。今2台、これあると。で、ここパカッと開けると、これ、ここにもアンテクのさ、ファンがあんのよ。で、これは、このハードディスクを冷やすためにあるからね、これ。こう、パカッとこう、閉まる感じになってる。で、前面がもうこれ網だから、こうちょっと光ってんのが見えるんだけど、まあ、これいらないよね、別に光らなくても。で、それが、ここハードディスク3台分と、もう1個あるから、下にも、こういう形でパカッとあって、だから全部でこれ、ハードディスク、まあ一応6台付けられるんだけど、ちょっと空いてるところもあるね。はい。こうやってファンが回ってると。で、やっぱりこのね、冷却は重要だから、ハードディスクの。だからこの、前面からこの風をこう、バーッと入れていく感じ。これが欲しかったんで、このケースにしたんだけどね。んで、あとここだね。ここ、ここ。これちっちゃいつまみがあるでしょ?これ回るのよ。これを回すと、ここのファンの回転数を調整できる。で、今これ、まあ、音聞こえないないだろうけど、マックスね。で、これで、下げると弱くなる。で、こっちにもあるから。下の方にもあるから。だから普段はもう一番下げてやる。マックスにするとちょっと、音がうるさいんで。でね、あとね、これ、こうパカッと開けるでしょ?開けて、ここの上、ここに爪をかけるとさ、引っ張るだろ?はい、こういう形で、ほら、こうわかるかな?網が取れるのよ、これ。
ほら、これ。ここね。これは結局だから、ホコリガードだよ。これ、ホコリガード。ホコリがここに、これがないとさ、そのホコリどん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 中に入っちゃうから、ホコリガード。ホコリガードがこれ取れるのよ。で、これをまあ、そのままさ、水道あるとこ持って行って水洗いして、綺麗にして、で、またこう刺せばさ、こう、シュッと刺すんだよ。で、こうやって取り替えができんのよ。で、パカッ、こう、ロックして、に閉めると。で、こうカチャッと。こういう感じね。はい。これがね、非常にいいよね。で、あとは、これちょっとケースの上なんだけど、カメラ届くか。ここ。3.5 インチ弁ちょっと上。ここ。ちょっと暗いな。ここ。ここ。どこどこどこだ。ここここ。で、ここに電源ボタンがあって、で、こっちにリセットかな。反対側の。ここ。ここリセットがあるんだけど、ここに口が開いてるじゃん、1個。これ。ここ。で、ここに SSD が入んのよ。だからまあ SSD、例のいわくつきのカラフル SSD、やばいやつ。こういうのやつを、ここへさ、こうカチャッと、カセットみたいな感じでこう刺せんだよね。こうガチャッと。まあ今刺さないけど、これね。こう刺すことができるというところが一箇所ある。だからまあどうなんだろうね。用途としては、まあ SSD 何枚か持ってて、にまあ OS を別のを入れといて、にまあここで抜き差しして切り替えるとか、そういう手があったりするけど、でこの中にまあ当然、電源と、シリアル ATA があるんだけど、このは結局ケースの中を経てマザーボードに行ってるという感じだね。はい。あとは、これ一通り終わった？あと本当は後ろ行こうか。後ろちょっと待ってね。よいしょ、はい。後ろね。後ろ暗いからね、後ろちょっとこんな感じなんだけど、全然見えへんわ。あかんわ。ちょっと光を入れて。はい、後ろこんな感じね。まずこれちょっと上から行くと、USB 3.0 がちょっとあって、にあとキーボードのこの昔の PS2 か。これね、色半分分かれてる、なんか水色と黄色みたいなやつ。まあこれ使ってないけど。で、ほら出力見て、これ。白いやつがさ、DVI。で、隣の黒いのが、D サブのアナログだね。で、その下の、ちょっと今これ、見えないけど、この、どっちだ？この黒いケーブルがさ、ディスプレイポート。で、その下にあるのが、HDMI なのよ。だから4つ出力あんだよね。すごいでしょ、これ。まあ、4つ全部出せない。多分、マックス3つぐらいまでだと思うんだけど、出力はこれだけあるから。マイクロ ATX でこれだからね。なんかまあこれを俺は選んだ理由がそれなんだけど。で、この黒い、ディスプレイポートで 4K60p が出せる。まあ俺今 4K じゃなくて WQHD なんだけど。だからこの黒いやつで、メインモニターかな。で、サブがこの D サブじゃない。DVI、白い方ね。これでやってる。で、その下に USB があって、に、あと LAN だろ。で、ちょっとその下に青い USB 3.0 が見えてるね。で、あと音がここにあるんだけど、まあ俺音は USB で出してるから、ここには何も刺してない。で、あと、これ E サタかな ?E サタはね、これ、さっきの拡張カードかな。この、シリアル AT の拡張カードの裏側なんだけど、多分これはね、無効化されてるはずだわ。中の方使うと外が使えないから。で、下にはこれ、Bluetooth の、なんだ、コネクタじゃない。ここね、USB のアダプターなんだけど、これ使ってないね。
で隣に今 USB でまあこれカメラの電源を取ってるんだけど、まあそんなとこかな。であとまあここ電源があるというところかな。まあそれぐらいか。はい。まあブログにね行くといろいろそのパーツ個別の情報は書いてあるんだけど、動画ではちょっとやってないんで、まあこんなとこかな。なんか広い空間があればね、もっとこう綺麗に撮れるんだろうけど、もう今机の上だからもうこれぐらいしかちょっとできない。うん。で、まあ、電源を一応交換したんで、今の状況はこんな感じかな。ぐちゃぐちゃでしょ。まあこれ、綺麗にさ、何そのケーブルまとめるバンドとかで綺麗にやる人もいるんだけど、まあ俺はもうこれこんな感じだわ。大体な。もうこれでほったらかし。まあ動きゃええかみたいな。あとまあ当然、そのケーブルがさ、なんかこのファンに引っかかってチリ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 とかさ、音がしないような処理はちょっとしないと、この辺もちょっとやばいよね。ほら、このファンのそばに線が来てるとかさ。あるじゃん。なんかぶつかって。もうこれ、もうぶつかりかけてるよね、ここ。なあ。ファンが止まってたりとかさ、まあそういうのがあるからちょっとそのあたりは処理する必要があるけど、まあこう下の方はその回転する要素がないから、まあここはこんな感じでいいかなというとこだね。まあ他はね、外付けのハードディスクを挿すこともあるし、あと NAS だね、ネットワークストレージ、アタッチドストレージとかそういうのも使ってるんで、まあ、ハードディスクがね、ちょっと台数が多いから、容量大きいやつに買い替えて台数を減らすというのもいい策かなとは思うんだけどね。まあ、大体俺ハードディスクこれ、2テラ、3テラが多いかな。6テラも1台だけあるんだけど、まあ、そういう感じです。まあ、そんなとこかな。まあ、ちょっと興味ある人は、ブログに行ってもらえば、いろいろと書いてあるんで。はい。ということで、なんだこれ。俺の自作パソコン紹介の動画でした。まあ、サブマシンもあるんでね、隣に。まあ、そっちは使用頻度は低いけど、まあ、なんかさ、その、パーツのテストとか、そういうやつはサブマシンで一応やることにしてるんだけど、メインでやってさ、なんか壊れちゃったら困るじゃん、それ。サブはまあ、サブはサブで十分に使えるんだけど、まあ別にそっちは壊れても問題ないというか、メインマシンが、退役してサブマシンにこう変わっていくのよ。で、新しい、まあ俺がこの、まあわかんないよ。この、Core i7 の6700をもうやめて、次のさ、まあ8000、まあ、8700とかちょっと微妙なんで、その次の世代が次の世代か分かんないけど、それで組んだら、これが、今度はこれがサブマシンになるわけだね。で、そのサブマシン、今のサブマシンは、まあどうなるか分からんけど、ケースがさ、あれば、まあ別にサブサブマシンでも組めるんだけど、ケース俺2個しかないから、2台、マックス2台しかちょっと存在できないんで、だから今もさ、LGA775 時代の、あったじゃん。コアツデュオとかコアツクワッド世代の、マザーボードが、だから前のサブマシンだね。それがあるんだけど、それはもうケースがないから、もう箱に入れて眠ってるわ。まあ今更コア2デュオでもないだろうけどね。さすがに。ビデオもオンボードでないから。オンボードというか CPU に内蔵してないから。ビデオカードもいるしね。まあビデオカードも1枚古いやつ余ってんだけど。はい。ということで、今回ちょっとメインマシンの紹介動画でした。以上